誰だ。マリオの声する。あれだ、そしてゴリゴリスタートしていきました。綺麗に得点スタートしていた。この後2分ありますので、ここはシストメンバー全員ご紹介していきます。まだ2分あるので大丈夫でしょう。91番の1番絶景からアンダージェネラー三上翔吾、坊主光、伊藤隆成、諏訪陸、川崎リル君、金沢拓斗、再び繊維アンダー15、富樫勇太郎、伊藤光成、瀬戸山喜介、奥谷日向、伊予論義行、佐藤直人、藤田俊馬、河村拓人、そして女子アンダー17、日吉彩香、野口伊代、そして女子アンダー15、洲本穂香、そして斉藤優衣。さあ、アンダークラス、まずは東京からスタートしているアンダー17、これを2人勝負、同時からあたりがかなり脱落のスタートを切った。もう足の回転数が一人だけ違うじゃん。この短い区間ではなかなかわからない。もしこう来ない、もう使うのは U 試合だけみたい。順番頑張れ、松村さん、ゴーゴー、順番いけいけ、ゴーさん頑張れ頑張れ、はい、いいね、ゴー、ランちゃん行け、ゴーゴー、
堀池さん堀池さん、こんなところに出てくるんだ。山川さん、ここはここはこれなあっちゃまい。詳しい、頑張れー、勝ち終わった。堀池さん、課長、かわいい。あ、落ちた、落ちた。おおい、後ろからアンダーのトップ来てるから、はい、アンダーのトップ来てるよ、はい、もう行ってる。ごめんごめん。頑張れ。うまいうまい。おお、きつい。ピット周りのセンターも一回取っとくのいいじゃん。センター争いとか見るんだったら。皆さん頑張れ。ナイス。映像シンマモ。いけ。こちらの先頭は高橋雄太郎101番、その後ろ立山景色103番、この辺りは両者ともに三角、そしてその後ろに佐藤直人、井上義恵2名のバック、そしてその後ろに伊藤光成が続きます。女子8名のは日吉彩佐が先頭、そしてちょっとここは高きました野口伊代が2番手、女子アンダー15、こちらは斎藤佑樹、津本穂の加藤通過しています。これか、なんだね、東方の方へ。なんか資金だいぶ低い。まだ先頭がもう一人いるんですか。あれなんか先頭30秒とかって言ってないですよね。50の先頭のこと言ってもらう。見えてるぞ。でもバニフォーは出てるよ。アンダー17の2番手が93番変わらず伊藤隆成、先頭の、ここは二谷翔吾とのタイムギャップ30、小田健太郎の2名に変わっています。40、
ター17の先頭からは2分後の位置です。はい、みんな行けよ。はいからいいけど、ちょっとギアが軽いかなって気がするな。オフロード走るの。いいね、いい2人、いいね2人、いいね、大きいよね、あねえ、いや、なんで一周ですよね、あと一周だけ、いいよいいよ、いいよ、2人、かっこいい、頑張って頑張って、おい、言うわ、面白いそうですね、僕も3がいいそうなりますよ、さくさくのファイト、頑張って、吉田彩香が今トップでフィニッシュ。